皆さん、こんにちは。オートデスクの梅山です。今日は、教えて製品設計上で発生する熱問題、構造解析と熱流体解析、どちらの解析ツールを使えばいいのと題しまして、熱解析に関しまして説明をしたいと思います。よろしくお願いいたします。本日の内容なんですけども、 今表示してあるような形で進めさせていただきますが、このセッションでですね、取り扱っているソフトウェアは、インベンターナストラン、オートデスクフュージョン、そしてオートデスク CFD となっております。こちらですね、この後共有させていただきます資料でですね、リンクつけておきますので、興味がある方はリンク見ていただければと思います。 では、まずはじめにですね、えー、身の回りにある熱問題、ちょっと考えていきたいと思います。皆様、まあ、いろいろ設計なされてるのではないかと思うんですけれども、その設計上の熱問題、まあ、温度が気になる現象ってどういうものがあるでしょうか。例えば、工業炉内の温度分布であるとか、あ電子機器の冷却ですね。 まあ皆さんスマホとかゲームやってるとですね、ちょっと暑くなったりするかと思います。そういったところの、まあ、あどこら辺が発熱してあの、低温やけどしないぐらいの温度にちゃんとなっているかどうかとか、ね、そういったところが気になる、あるかと思います。または熱交換器みたいなものです、ねえー、もありますし、えー、まあ部屋の中のです、ね、温度分布みたいなのもあるかと思います。 まあ、あの実際のです、ね、こういったヒーターみたいなです、ねえーまあ、設計ももしかしたらおやりになっている方もいらっしゃるかもしれません。こういったのを全部です、ねまあ、熱という問題が出てくるかと思います。まあ、そういった、えーまあ、熱問題に関しまして、えーまあ、今回考えていきたいと思います。じゃあ、この熱問題なんですけどもこれ、やるために何を知っておかなければ いいいいいいけないかとととうのはですすね、えー、次ちょっと説明していきたいと思いますそもそも熱って何でしょうかということなんですけれども、まあ、熱は物体に蓄えられたエネルギーの一形態ということで、えー、物体内にです、ねまあ、あの原子とか分子があるわけですけれども、その原子の振動、分子の振動ですね、だもその運動エネルギーが熱として 蓄えられてる状でですね、まあ、感覚としては皆さん、あの感じになるかと思いますけれども、高い温度のところから低い温度へ、このエネルギーの移動がされてますよ、まあ、これが熱が移動していくみたいな形ですね、そういうふうに考えられているかと思います。じゃこの熱の移動なんですけれども、どういった形で移動するかというので、えー、3つあります。 現象ですすね、えー、3つありますそれが一つは電動。まあ、熱が物体を伝わっていくもの。あとは対流ですね。まあ、これは後ほどもあの説明していいんますけども。あとは副射ということで、えーまあ、画像では赤外線のカメラで撮ったようなものがありますけども、物体が放射する電磁波をですね、まあ、赤外線見てるわけですけどそういった副射と。 いう放射というあの機能で、えーまあ、熱が移動しますよみたいな、こういった3つの電、えー、動対流放射という形で熱が移動しますよという現象が起こります。それぞれ、えー、詳しく見ていきたいと思うんですけども、まず1つ目、熱の移動ですね。電動ということで。 えー、物質から物質へ、えー、高温側から低温側へ熱が伝わっていくという形になりますね。例えばこれ、フライパンあるかと思いますけれども、フライパンの底面をですね、あのー、コンロでですね、温めたときに熱が伝わってきて、まあ、持ち手のところにもあ熱い、えー、温度、高くなってくるかと思います。まあ、あのー、詳しく言うと、熱力学第二法則というところで、えー まあ説明はされてるんですけれども、まあ今日はですね、こういったところの詳しい話はしないで、まあイメージがつけばいいなというところでご説明させていただきますけれども、ちょっと気になる方はですね、また資料でリンクつけておきますので、えー、見ていただけばと思います。またですね、温度の差が大きいと、 熱の移動量が大きくなるよっていうのもあります。これ、フーリエンの法則というものなんですけども、これもリンクつけておきますので、気になる方、ちょっと見ていただければと思います。対流なんですけれども、これ、流体、これ、気体とか液体あるんですけれども、それがですね、まあ、移動することで、えー、その気体そのもの、液体そのものがですね持っている熱が、あそのれ、 その持ったまま移動していきますよということで熱が伝わる現象ですね。これはですね、あの流体の密度の変化によって発生する現象です。まあ、あの、高校、中学とか高校の時の実験、理科の実験を思い出していただければと思うんですけども、例えばビーカーに水を入れてですね、えー、下からバーナーで温めますよとなると、えー、見ていると、観察しているとですね、まあ、温められたそこからなんかうわうわうわと、 なんか動いているようなあ形でですねあ、見えるかと思います。あれは何かというと、水が温められて、えーまあ、軽くなってですね、えー、軽くなった水が上にいると。まあ、温められた水が上の方に行って、その分、えー、冷たい水が下に行くよということで、えー、熱が移動していくよという現象です。 そして3つ目、えー、放射、まあ、副射とも言いますけれども、これはです、ねまあ、赤外線みたいな電磁波によって熱が伝わる方法です。で、えー、実はです、ね、あらゆる物体は自分,の自,分自身が持つ熱をです、ね、電磁波として放射していますよということで、例えば人をです、ね、赤外線カメラで見ると、なんかこう、赤外線、人の体からです、ね、放出してるよみたいなのが見れるわけです。 でですね、これ、熱放射というのは、あ物体の温度がどんどん高くなってくると、おその放射量というのが大きく強くなってきますということで、これ、プランクの法則というものにで説明されています。これもです、ね、あの興味がある方は、リンク見ていただければと思います。 でですね、えー、本当はあの数式書いてですね、えー、説明すればいいんですけども、数式書くとちょっと難しくなってしまいますので、今回はですね、えー、簡単にご説明させていただきますけども、 絶対温度のですね、4乗に比例して、この放射による熱の移動っていうのが大きくなりますよっていうのが分かっています。まあ、これもですね、熱放射。これ、ウィキペディアのリンクですけれども、見ていただくと、えー、お分かりいただけるかなと思います。まあ、あの、今、絵に見えてるのは、まあ、赤外線ヒーターみたいな形でですね、えー、まあ、赤外線自体は、あの、目に見えないものですけれども、おまあ、ヒーターからですね、赤外線が放出されて、えー、温めますよみたいな。これ、あのー、 放射、副射のお熱の移動によるものということになります。じゃあ、今までのです、ねえー、この3つ、電動と対、えー、流と副射と放射ということを考えて、えー、そういった熱の移動をです、ね、防ぐ入れ物っていうのが。 まあ世の中にありますね。ちょっとそれで、えー、見ていきたいと思います。いい例なのでですね、えー。見ていきたいと思いますけども。まあ魔法瓶ということです。まあ大きく言うとクライオスタントというのね、えー。魔法瓶の構造なんですけども、えー、真空によって電熱と対流による熱を 移動を防ぐとということでですね、二重の、まあ、形状になってまして、えーまあ、例えばガラスだったり、まあ、ステンレスだったりするんですけれども、う外瓶と内びん、ね、の中がですね、えーまあ、まず真空になってますよ。真空になってるるということは、まあ、あの流体がないわけですから、その中でですね、あの電熱とか対流によって熱の移動はありませんよということで、熱の移動を防いでいます。 ただこ、これだけですと、中に入ったまあ液体、お湯ですね、お湯からこう放射で熱が移動するっていうのを防ぐことができませんので、それをですね、銀メッキを施すことによって、その銀メッキのところでその電磁波を反射するということで、熱の移動を防ぐ構造になっていますよということですね。こういった身近な、あ、のー ですねえー、商品にです、ね、こういった熱の移動を防ぐという観点で、えー、電熱対流、そして反射、副射、そういった放射、副射の現象をちゃんと見てますよというものがありますので、ちょっと一例としてご紹介させていただきま、ました後です。はい、ではです、ね、ここからちょっと解析のほうに進んでいきたいと思いますけれども。 解析をするにはですね、まあいろいろと情報を入力する必要がありますよっていうのは、まあ皆さんご存知かと思いますけれども、じゃあこの熱解析をするのにどういった情報が必要かっていうのを、ここからですね、説明していきたいと思います。まあ、熱を解析するために必要な情報1といたしまして、熱物性ということで説明していきたいと思います。まず1つ目。え比、ー、熱。 ですね、これ比熱って何かと言いますとお、まあ、ある重さ、単位の重さですね、まあ、ここでは SI 単位計でキログラムとしていますけれども、ある単位質量のお物質をです、ね、単位温度、まあ、ケルビンだったり、セルシス温度だったり、まあ、どちらでも、あのー、同じなんですけれども。 単位温度だけ上昇させるのに必要な熱量ですよということで、比熱っていうのが定義されています。で、比熱が小さいと温めやすく冷めやすい。比熱が大きいと温めにくく冷めにくいということで、まあ例として右側はちょっと絵がありますけれども、例えば土鍋ですね。え土鍋っていうのは、あの、まあ比熱がですね、大きい。 いいものでできてまして、温めにくいんですけども、一回温まってしまうと、熱をちゃんと、あのー、保持しているということで、えー、冷めにくいものっていますよということですね。対しまして、金属の鍋なんかはですね、えー、まあ,あ、温め、比熱が小さいので、えー、温めやすく、冷めやすいという形になります。まあ、あのー、下にですね、比熱の代表例として書いてありますけれども。 えーまあ、金属とかですね、まあ、一般的な金属は比較的、比熱は小,、まあ、あの小さめですよというところでしょうか。はい <laughs> 熱伝導率になります。まあ、あの伝導によってですね、えー、熱が伝わる、伝わらないというのをこの熱伝導率で示しています。 まあ熱伝導率が小さいと熱が伝わりにくくて、熱伝導率が大きいと熱が伝わりやすいという形になります。例えば、あのー、まあ、鉄のフライパンなんかをですね、ええー、まあ、コンロにかけるとですね、まあ、熱伝導率が大きい金属。まあ、鉄で大体できていると思いますので、熱伝導率が大きいので、取っ手をそのままこう手で持っているとですね、熱く、 なっちゃいますよね。もう持ってられないぐらい熱くなってしまいます。対しまして、まあ、フライパンでも、持ち手のところがですね、えー、まあ、樹脂でできているようなものっていうのは、これ、あの、熱伝導率見ていただきますと、あの、低いんですね。熱伝導率が小さいっていうことは、ね、熱が伝わりにくいので、えー、持ち手を持っててもですね、えー、火にかけてても全然熱くないですよ、という形になるわけです。まあ、他にもですね、例えば、 えー、まあ、あの、新幹線で売ってるあの、コチコチのアイスクリームですね。まあ、最近あの、あんまりなくなっちゃった、なくなっちゃうということで、あの、まあ、食べられなくなっちゃうわけですけども、なっちゃったわけですけども、このお、コチコチのアイスクリームをですね、あの、例えばプラスチックとか木のスプーンでこう、すくおうとしても、なかなか溶けなくですね、えー、苦労するかと思いますけども、あの、アイスクリーム用の金属の スプーンがありまして、それでやるとですね結構スーッと取れるわけですね。なんでかっていうと、その金属のスプーンなので、えー、熱伝導率が大きいわけですね。そうすると、手の熱がですねこう金属のスプーンを伝わって、アイスクリームに熱が伝わって、アイスクリームを溶かしながら救えるということで、えー、まあ救いやすくなりますよみたいなことがあります。またですねあのー、これ まあ実験とかでやったことがある方いらっしゃいますかね。あのガラス材工みたいな形でガラスのパイプをですねガスマーナーで熱してですねまあ引っ張って溶かして引っ張って、まあ、スポイトを作るみたいなことをやったことがある方がいらっしゃるかもしれませんけれどもガラスなんかの加工の場合はですね別に素手でですね両端ガラス持っててですね真ん中 ガスバーナーで、えー、まあ、火炙ってるとですね、全然手厚くないわけですね。これガラスの熱伝導率低いからですね。じゃあ、それと同じようなことを金属の棒でやってしまったらですね、もうすぐ、あちゃちゃちゃってやけどしちゃうぐらいの暑さになってしまいます。これはですね、あのやはり金属は熱伝導率がまあ高いからですよということになるわけですね。はい。 ということで、熱伝導率。これ、熱解析に必要な情報になります。あとですね、ああ放射率みたいな情報。これ、必要になってきますね。これはですね、副射、放射の計算をするときにまあ必要なので、もしその計算しない場合には、この情報っていうのはなくても大丈夫なんですけども、今回ですね、一応熱物性というくくりでご紹介させていただきます。 えー、放射率という数値なんですけれども、これはあの単位がありません。えー、国体、これ、黒い物体から理想的に光をこう放射する物体と考えてください。まあ、放射にその国体放射によってです、ね、あの光のエネルギー、これを1としたときの、えーまあ、実際のもののです、ねえー、放射っていうのを 比率で表したものになります。でですね、あの放射率っていうのと、まあ、よくあるのが情報入力するときにあるのが吸収率っていう言葉であの書いてあることもあるんですけれども、あの吸収率と放射率っていうのは等しいですよっていうのが、あのキルヒホフの法則で、えー、まあ示されていますということで、一応これもあのリンク貼っておりますので、興味のある方は見ていただければと思います。えー、先ほどありました。 えー、この魔法瓶の絵ですね、えー。ここにですね、えーまあ、<coughs> この金属箔を貼って、えーまあ、放射率が低いものですね。を、えーまあ、置いて、えー、熱を反射する。そういう構造になってたりするわけですけれども、えーまあ、そういったところでですね、えー、放射率というのがあります。まあ、放射率と あとは、透過率っていうのもあります。これ、透過率って何かっていうと、まあ、ガラスなんかはですね、光を通しますよね。ああいうものですね、どのくらいこう、物質を通ったときに、光があ、どのくらい透過するかっていうのが透過率になります。で、あとですね、あの、光がこう、当たったときにどれくらいこう、反射するかっていうものもありますね。まあ、鏡みたいなものですよね。 でですねこう光が物体に当たったときに、えーまあ、エネルギーっていうのはあの勝手になくならないので、えー、エネルギーの保存則からこの反射率と透過率と吸収率、もしくは放射率を足し合わせると1になりますよっていう風になっております。なので、あのまあ、大体の,あの物性入れるところでですね、まあ、放射率、もしくは吸収率と 透過率みたいな二つのデータを入れるところがあって、そうすると自動的に反射率が決まりますよみたいな入力の仕方の、まあ、物設置の入力が多いかと思います。で、えー、まあ放射率の例といたしまして、ここではアルミニウム0.02から0.01と書いてありますけれども、これは表面状態、こう、粗さによってもですね、反射率は異なるんですけれども、 え、まあ放射率が小さいってことは、まあアルミニウムって光を、まあ十分厚ければ全然、あの、透過しませんで、え、基本的には、え、1から放射率を引けば、反射率になるわけですね。なので、ほとんど、あの、反射するという形になるわけです。で、こう、今、右下にですね、こう、あの、赤外線ヒーターの絵が書いてあるかと思いますけども、まあ他にも、あの、トースターとかイメージしていただければと思うんですけども、あの、 裏側ですね。まあ、ヒーターの裏のところにですね。まあ、あの、アルミニウムとかですね、金属のこう板貼ってありますよね。あの、比較的、こう、鏡のような形で置いてあるかと思いますけども、あれは、えー、まあ、反射させる。電磁波を反射させるために、えー、置いてあるわけですよね。まあ、そういった形で、えー、まあ、放射率によって熱の移動っていうのが、 ありまますすよといいうところで使います、はいまあ、正確に言うと、これ熱物性ではないんですけれども、熱が単位質量あたりの数値になるので、密度情報というのも必要になるんですね。なので、まあ、密度情報も入解析には必要になってきますよということになります。 ここまではですね、熱物性だったわけですけれども、熱を解析するために必要な情報2といたしまして、えーまあ、熱解析するための条件、まあ、これ境界条件と言いますけれども、それどういったものがあるかっていうのを次からご紹介したいと思います。えーまあ あの、今回ご紹介するものとしては、まあソフトウェアとしてはインベンターナストランとフュージョンということで、ちょっとあの言葉が違うところがありますので、それあの並べてですね、説明していきたいと思います。えー、インベンターナストランの境界条件で温度に関係する境界条件といたしましては、温度、もしくはボディ温度、熱伝達、輻射発熱、熱流速という形でですね、えー、設定がございます。これ後ほど説明します。 で、えー、ヒュージョンを見ていきますと、えー、指定温度、熱源、輻射熱伝達、内部熱という形でですね、えー、熱の設定ができるようになっておりますので、これそれぞれですね、説明していきたいと思います。共感条件。まず、あの、温度、ボディー温度、これナストランですね。あとは指定温度、ヒュージョンということでですね、あの、どういった設定かと言いますと、 設定した温度を維持しますよということです。例えば、面に温度を設定します、指定温度を設定しますとなると、どんなにこう外側から熱が来ても、もしくは熱がこうどんどん奪われても、そこを設定した面っていうのはもう設定した温度ですよということで保持されますという設定になりますね。なので、まあ、どのような時に使用するかといいますと、 例えば熱の発生源がありますよというところで、えー、まあ実測値がもう分かっててですね、温度が一定ですよ。この温度ですよっていうのが明確に分かってる。もしくはあ温度一定と推測できるときですね。えー、そういったときにこの温度設定をしてしまうということがあるかと思います。で、えー、指定する値としましてまああの、日本ではたいあの、セルシスウース温度かケルビンか。 いう形で,です、ね、絶対温度か、セルシウス,ス温度かで設定していただければと思いますけれども、まあ、場合によっては、可視で設定したいという方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあどのソフトウェア側で,です、ね、変,化あ変換できるようになってますので、いろいろな体系で入力することが可能です。次、熱伝達。これはナストランもヒュージョンも同じ名称で出ていますね。 どのような設定かというと、これ、固体と周囲の流体。これ、は多くの場合、まあ、空気を考えることが多いかと思いますけれども、固体とですね、空気の間のエネルギーの移動を表現するための係数となっております。これはですね、固体表面の荒さとか、あの周囲のですね、えー、空気の、まあ、動き。例えば、風を吹きつけているとかですね、無風状態かとか、 そういったことでも、あの、実は、この熱伝達っていうのは変わりますし、あとは、周りの温度ですね、えー、によっても変化する値です。まあ、これ、どういった時に使うかっていうと、本来であれば、まあ、周りの周囲の空気のからですね、熱がどのくらいあの移動してくるかとか、周囲の空気にどのくらい熱が 移動していくかなんていうのを計算したいときには、周囲の空気のモデルを作ってですね、まあ、計算していくという形になるかと思うんですけれども、この周囲のですね、えー、温度差、そして面積あたりの熱の移動っていうのを、ね、その空気のモデル作らなくても表現可能というところでですね、あの便利な設定となっております。 ただですね、この熱伝達っていうのは固有の数値ではありませんので、えーまあ、あの大体このくらいだろうという形で設定することが多いです。じゃあ、どのような時に使用するかということなんですけれども、まあ、あの周囲の流体、まあ、多くの場合空気ですけれども、その空気の状態を想定して熱の移動を設定したい時に使います。 まあ、イメージとしては、まあ、手がかじかんだときにですね、と、まあ、息を吹きかけるパターンと、手をやけどしてしまったときに冷やしたいから、と、息を吹きかけるとき。まあ、体から <laughs> 息が出てきますので、基本的にはまあ、同じぐらいの温度のはずなんですけども、息の吹きかける強さによって、 冷たく感じるのか、暖かく感じるのかなんてあるんじゃないかなと思うんですけれども、そういったあの空気の移動によって、どのくらい個体から熱が奪われるか、与えられるかという設定をしたいときに使うということですね。指定する値といたしましては、熱伝達率という形で,です、ねえー、設定します。 またです、ね、あの周囲の温度も指定することによって、その温度差も含めて計算されますということです。で熱伝達率の例といたしましては、あのよく使われているのが、ままあ、周りがです、ねえー、静止している空気、まあ、無風状態。その場合は、だいたい5ワット、平米あたり5ワットみたいな値を使うことが多いです。 で、流れている空気の場合は、まあ、その風の当たり具合によっても変わるんですけれども、大体10から250ワット、パー平まあ、そんな形でですね、えー、設定するということが多いんですけれども、実際にはですね、固体の物性などによって熱伝達率は異なるっていうのが、あのー、実情です。ただ、これ、あのー、数値がですね、必ず、 これだっていうのが分からない,い,いところになりますので、まあ、経験則から入力することが多いというところで、この熱伝達っていうのが難しい設定になるかなと思います。<laughs> 境界条件副車。これは、あの、ナストランフュージョン、同じ名称ですね、えー。どのような設定かと言いますと、物体からの放射及び周囲環境からの放射による熱の移動と。 なりますこれ、あのー、重要なのがですね、その下、物体間の複射による熱の移動は考慮できませんとあります。これ、何かというと、本来ですね、あのー、最初に複射の説明をさせていただとさせていたときにですね、まあ、あらゆる物体から複射は発生してますよということなんですけれども、なので、 本来ですね、えっ、ー、と、物と物が、まあ、複数のも,の,ものと物があったら、その間でですね、副写によって熱の移動、交換が起こるわけですけれども、えー、構造解析での副写の設定というのは、そういった物体間の副写っていうのは、実は考慮できないですね。あ何を考慮しているかっていうと、ある物質から、環境、まあ、外側の、まあ、 広大な空気といえばいいでしょうか。そういったところにですね、熱をこう放射していく。もしくは、外側の環境から熱を受けるという現象のみ考慮できますよという形になります。なので、まあ、あの、結構、こ,この副射に関しては、構造解析では、あまあ、制限があるよというところになります。 でどのような時に使用するかと言いますと、温度がですね、どんどん高くなっていって、えー、まあ、先ほど温度の4乗、絶対温度なんですけど、絶対温度の4乗でまあ効いてくるのが副射なんですけれどもお、だいぶ温度が高くなってくると、お副射による熱の放出、もしくは吸収っていうのが無視できなくなってくるときに、いい副射の設定をすることが多いです。 でえー、指定する値といたしましては、<laughs> 放射率、もしくは吸収率という形で、えー、入力してあげて、あとは周囲の温度です、ねえー、を設定してあげて、まあ、あ環境への熱移動なのか、まあ吸,収まあ、吸収するのか、そういったところが計算、まあ、されますよという形になります。 で、えー、境界条件、えー、発熱、これナストランの名称ですね。えー、あとは内部熱、フュージョンというもので、えー、あります。これどういった設定かというと、物体から発生する熱量、まあ、あの、ワットで設定するのに、まあ、これ仕事量なんですけども、を定義するという形になります。で、どのような時に使用するかというと、 あのカートリッジヒーターなどですね、まあ、あの何ワットですよみたいな発熱量が分かってて、まあ、必ずその例えば1000ワットで発熱し続けるようなっていう形でですね、えーまあ、明確に分かっているような場合は、この発熱っていうのは使えますね。ただあの、カートリッジヒーターとかでですねあのセンサーつけて温度制御されているような場合は、ですね、えー、必ずしもその定格の発熱量が常に 発生しているわけではないので、えー、そこら辺は気をつけて、えー、見てあげる必要があるかと思います。で、指定する値といたしましては、あインベンターナースは、これ単位体積あたりの発熱量という形で設定します。オートデスク9ンの場合はですね、あの指定部品、部品のを指定してあげて、えー、部品の体積あたりの発熱量という指定の方法と、 あとはですね、このダイアログにですね、単位体積っていうチェックがありまして、それチェック入れますと、単位体積あたりの発熱量という形でですね、入力できるようになってますよという形です。なので、まあ、チェックが入ってない場合には、ナストランとフュージョンの設定っていうのは等しいものになりますよということですね。 最後、熱流速、これナストラン、えー、もしくは熱源ヒュージョンという形になるわけですけれども、ど,ううの,どのような設定になるかといいますと、えー、モデルとしてはないんですけれども、外部からです、ね、こう熱が入ってくる、もしくは外部へ出ていく熱量というのを定義できる設定になります。 でどのようなときに使用するかといいますと、この熱源は、先ほど言ったようにいや、モデル化はしてないんですけれども、例えばこのある面に対して、外から熱が入ってきますよみたいな設定ですね。えー、外部からの熱の出入りを設定したいとき、なので、あのー、面に対して設定する形になります。 ということでですね、指定する値といたしましては、インベンターナストランの場合は単位面積あたりの発熱量という形に設定しますし、オートデスクヒュージョンの場合はですね、指定面あたりの発熱量。これ内部熱と同じようなイメージですね。えー、と、ダイアログでですね、単位面積にチェック入れますと、単位面積あたりの発熱量という形でですね、設定できるようになっているということです。 このような境界条件を設定してですね、えー、まあ解析を進めていくという形になるわけです。<laughs> ではですね、こういった境界条件を使ってですね、構造解析を、の熱伝導解析をしてみた結果をちょっと見ていきたいと思います。まあ、どういった設定をするかということで、えー、説明させていただければと思います。えー、使ったモデルがですね、こういった モデルになりますこれ、フュージョンインストールしていただくと、あのサンプルモデルがです、ねえー、ございます。これ、シミュレーションサンプルのおところの下にですね、ハンズオンエクササイズ、そして、えー、その下にですね、ラディエーターというモデルがございます。まあ、あのインベンターでの解析をしたい場合ですね、まあ、インベンターのアセンブリファイルとしてエクスポート可能ですので、吐、ま、き、あ、出した後インベンターで開いていただくという形で、えーまあ、インベンターでも解析できるかと思います。 でですね、一応、操作の参考といたしましては、ヒュージョンのオンラインヘルプチュートリアル、うまあ、完全に同じではないんですけども、それを参考にです、ねえーまあ、操作したものになりますので、操作の細かいせあの作業はですね、き、え、ょ、ー、は説明しませんので、もし、えー、気になる方はあの、資料でですね、これ、リンクつけておきますので、見ていただければと思います。で、えー、まずですね、 材料物性、これ設定しないといけないですね。えー、材料物性、えー、インベンターナストランとヒュージョンの材料物性、ちょっと見ていきたいと思います。左側がナストランで右側がヒュージョンですね。まあ、ヒュージョンの方がですね、あの単位形が書いてありますので分かりやすいですが、まあ、左側はですね、まあ、カーソルキーをこの欄に持っていくと、まあ、単位形が見れますよという形でですね、単位形が確認できるようになっています。えー、両方とも SI 単位形で、えー、設定しています。 で、えー、密度、まあ、今回、熱解析で必要な情報としては密度、おそして、えー、熱伝導率、そして比熱という形で、えー、入れています。ここでは、ですね複写、あのー、の関係はデータとしては必要ないということで入っていません。はい、ということで、密度は 2700kg パー,あー立方メーター。 そして、熱伝導率は230ワットパーメーターケルビ。ンそして、比熱が8 9 7ルパーキログラムケルビンという形で設定されています。両方とも同じ設定、アルミニウムを選択して同じデータになっていますよということですね。これ、標準データベースから拾っております。はい。 じゃあ、境界条件、えー、どういった設定になるか。まあ、あの、ヘルプ、オンラインヘルプのチュートリアルに準拠してですね、あの、設定してますけども、ここの、ちょっとお分かりづらいですけど、パイプの内面を選択してですね、そこに75度、まあ、あの、ケルビンでいうと348.15ケルビンになるわけですけども、を設定しています。つまり、パイプ内部に入ってるものが、もう75度で均一ですよ、と。 ということを想定して、まあ、計算しますよということになりますね。これ左側がナストラ、右側がヒュージョンの画面になっています。はい。で、保、え、護、ー、熱フィンということで、えー、ここの、まあ、金属の板が何枚かこう入ってますけれども、この金属板の表面ですね。ここの表面に熱伝達率、まあ。周りの空気のモデルはないんですけれども、その周りの空気への熱が 移動しますよというのを、まあ、再現するために、えー、熱伝達率として、えーまあ、あ5ワットパーリ平米ケルビン、ン周囲温度は20度ですよという形で、えーまあ、設定します。これ、何を想定しているかというと、まあ、環境の温度が20度で無風状態ですよと、まあ、空気の動きはあ強制的に空気は動いてないですよと。 いう形で、えーまあ、想定してますよという設定になります。じゃあ、これでですね、えーまあ、計算してみると、どういう解析結果になるかといいますと、まあ、これあの、インベンーター・ナストランだけの解析結果になりますけども、おまあ、こんな形でですね、えー、出てきますよと。まあ、パイプのところっていうのは、まあ、ほぼほぼ75度になってまして、えー、フィンのところはですね、 ま、あの、熱が逃げていくということで温度がちょっと低めに出てきてますよという形になっているんです。まあ、絶対的な温度のに関しては今回はですね、あの、重要視してませんので、あくまあ、あの、この色のグラデーションで、まあ、フィンのところの端っこがですね、温度が低くなっているなっていうのが、ま、見えていればいいかなと思います。まあ、こういった解析結果になるわけです。なので、えー、ま、この解析結果からですね、例えば、 まあ、あのー、十分冷えてなければいけない設計であれば、あまあ、触っても問題ない温度になってるかっていうチェックであったり、まあ、そういったところを、まあ、温度の結果から見てあげればいいということですね。ということでですね、まあ、今回、ちょっと熱伝導解析を行いましたけれども、じゃこの熱伝導解析でですね、何を考えて何を考えてないのかというのをちょっと 見ていいいきたいと思います今回のです、ね、サンプルモデルにおいて、解析上の過程って何を行ったかといいますと、まず一つ目、パイプ内の温度が一定ですよ、まあ、75度ですよという設定でした。そして、フィンからの放熱量。 まあ、これは、まあ、あの、環境が無風状態を仮定して、まあ、それだったら大体、5かな熱伝達率5かなみたいな形で設定してますね。あと、今回ですね、輻射熱による放熱は無視していますという形になっております。じゃあ、それぞれですね、まあ、どういったところなのかっていうのを見ていきたいと思いますけれども、 えまず一つ目、パイプ内の温度が一定ですよということですけれども、これ実際どうでしょう例えば、パイプ内の構造がですね、液体とか気体が流れている場合ですね。えー、たとえば、まあ、端っこからある温度の流体が流れてって、出口まで温度が本当に同じなんですかということですね。 もしですね、その温度変化が無視できない場合、もしくはですね、中身の流体の温度自体を皆さんが知りたい場合っていうのは、残念ながら構造解析の熱伝統解析ではできませんので、この後説明します熱流体解析。まあ、オートデスクで言うと、オートデスク CFD で解析する必要があるということになります。で、まあ、パイプの中身が個体物ですよ、と。 例えば温度コントロールされたヒーターですよってなっていれば、まあ、75度でコントロールされてますよとか300度でコントロールされてますよっていうことであればあ問題ないかと思いますし、まあ、発熱量が分かっているヒーターであればそのヒーターモデルで発熱量とか内部熱を設定するということで、まあ、構図解析の熱伝導解析で解析可能ですよという形になるかと思います。 またですね、あの、その中身が固体物の場合はですね、片側から熱がこう伝わっていくっていうのであれば、固体物の熱の伝わり方っていうのは熱伝導解析、構造解析の、ね、熱伝導解析でできますので、えー、まあ熱流速とか熱源をですね、そのパイプの内部のですね、えー、モデルの側面にですね、入り口の面に、あの、設定してあげれば、その熱の伝わり方っていうのを計算しつつ、 全体の熱計算ができますので、まあそういったときはあ構造解析でも大丈夫ですという形になるわけです。なので、重要なのは、ここではですね、内部が液体でしょうかそれも、その内部の温度変化は重要ですかそういったときはあ構造解析ではちょっと難しいですよという形になるわけです。<laughs> 次の過程。 環境が無風状態、を仮定していますで無風状態これ、本当に無風状態かっていうと、そうではなくて、えー、周囲の気体がですね、まあ、空気ですね、今回。空気が温度変化によってこう自然対流が発生するわけですね。温められた空気が重力の反対方向に向かって動き始めます。 それによって熱移動が発生するわけですけれども、その時にですね、こう、フィンの表面全体で空気の動きって本当同じですかつまり同じ熱伝達率で問題ないでしょうかということになります。まあ、あとはですね、こういったフィンの感覚によって本当に空気の動きって、全くあの、表面邪魔されてないところと、 フィンの間隔が狭いところで同じ熱伝達率でいいんでしょうかとかですね。あとはあの自然体流を考えたときに、このフィンの向きによって空気の流れって変わりませんかと。そういった位置とか配置方向によって異なる熱の移動っていうのを正確に考慮したい場合っていうのは、熱流体解析、ちゃんと空気の動きを計算してあげて解析する必要があるということになります。 他にもですね、あの、ファンなどで冷却されている状態。まあ、あの、コンピューターとかファンでですね、内部の,の CPU の熱をこう、冷やしてあげるなんていう構造になってるかと思いますけども、そういったファンなどで冷却されている状態の場合はですね、まあ、構造解析でやりたい場合は熱伝達率を大きくするという形になるかと思いますけども、 本当に正しい熱伝達率を設定するっていうのは難しいわけですから、まあ、あの、構造解析による熱伝導解析でも可能なんですけれども、その風の当たり方とかですね、そういったのでの違い、影響を確認したいっていうことであれば、やはり熱流体解析で解析する必要があるよという形になるわけです。まあ、あの、イメージとしてはこの下の絵のようなですね、CPU の上のですね、まあ、冷却のための フィンです、ねえー、がありますけれども、この辺にです、ねまあ、ファンからの空気がどう当たるかによって、えー、冷え方が変わりますよというのを知りたい、まあ、どっちからの向きの風があの効率的に熱を奪うのかというのは知りたい場合は、熱流体解析を使ってくださいねという形になるわけです。はい、で、3つ目の仮定ですね、輻射熱による放熱を無視していますと。 まあこれ、輻射熱による環境への放熱、熱の流入が無視できない場合は、あ輻射条件を設定してくださいよということです。これであればあの、構造解析による熱伝導解析が可能になるわけですけれども、部品間、例えばこれ、フィンとフィンの間も、本来であればあの、熱の移動っていうのがであの輻射で起こるはずなんですけれども、それがあの無視できない可能性もあるわけですね。 そういった場合は、やはりですね、熱流体解析で解析する必要があるということです。まあ、部品間というのは、フィンとフィンの間だったり、パイプとフィンの間だったり、パイプとパイプの間だったり、まあ、このモデルではそういった形になるんです。まあ、ただですね、まあ、今回の場合、ちょっと手計算しましたけれども、えー、外算でですね、フィン表面全体からですね、0.002ワットぐらいの、あの、熱の移動量ということなので、まあ、これであれば、まあ、無視してもいいのかなと。 いうところでしょうか。なので、まあ、あのもっと温度が高いものが内部にこうあるみたいなときにですね、えーまあ、より輻射熱の影響というのは無視できなくなるかなと思われます。はい。ここまでですね、まあ、あの構造解析での熱伝導。 解析に関してですね、ちょっと説明と考察。どういったことを考えてどういったことを考えられているのかっていうのを説明させていただきましたけども。じゃあこれ、熱流体解析ですね。構造解析で考慮できないものを熱流体解析で解析したらどうなるのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。まあ、あの、説明するソフトウェアとしてはオートデスク CFD で内部流体の影響とか自然対流の影響っていうのを考慮していきたいよということですね。 えまず、内部流体の影響っていうのを見ていきたいと思います。まあ、あの、サンプルのモデルの内部にですね、この水色の青のモデルですね、これを流体が流れているものとして計算しましょうということです。で内部流体を水といたしまして、75度の水。 を流しますよで流すのもです、ねまあ、体積流量として、えー、違うものを用意しました、まあ。1分間あたり5リットルの水を流す場合と、1分間あたり10リットルの水を流す場合でちょっと違いますよねと、そういった影響を見れるかどうかということですね。でえーまあ、外部への熱の放出というのは、今回はです、ね、あの構造解析と同じような形で、えー、熱伝達率と周囲温度で設定していますという形になります。 じゃあ、これの解析結果どうなってるかっていうのを見ていきますけども、これ、まずパイプの中の,ですねあの水の流れをまあ可視化したものですね、パイプの入り口に仮想的なこう粒子を置いて、水の流れに置いたときにどういうふうに流れていくのかみたいなのをアニメーションで見てい,きま,す見ていますけれども、ああの水の流れがこう発生してますよみたいな形です。ああこれ、流量によって動き方っていうのがちょっと変わるかと思います。 速度が変わるかと思いますけれども、まあ、こんな形で計算ができます。じゃあ、これでですね、温度の計算をするとどうなるかと言いますと、ま、こんな形になります。まあ、あの、絶対値はあまり気にしなくても、あの、問題なありません。あの、スケールは同じにしてありますので、えー、見ていただければと思うんですけども、えー、流量がですね、大きくなると、やはり、あの、熱いものがですね、どんどん 流れ込んでいくわけですから、冷えにくくなってるというのは、まあ感覚的にわかるかと思います。まあ、あの、解析結果も見ていただいてもですね、中に流れる量が異なると、まあ温度もですね、よりあの流れる量が多ければ多いほど、まあ冷えにくいよという形になります。まあ、あの、この中でですね、まあ、どのくらい温度低下がしているかというと、たいまあ、あの、0.5度とか、あの、まあ、大きく、こっちの流量が少ない方でも、 1えまあ一度ないかどうかというぐらいになりますので、その1度が気になるかどうかとかですね、そういったところで、えー、まあそれが気になるのであれば、熱流体解析を使うべきですし、まあ、それは気にならなくて、ですね、えー、温度一定でまあ十分じゃないのということであれば、えー、まあ構造解析でも全然問題ない解析ができますよということになるわけですね。はい 次にですね、えー、まあ外部流体と重力方向の影響、つまり自然対流を考慮したモデルで計算してみましょうということで、二つのモデルを用意しました。例えば、まあ、あのー、ちょっと小さく見えてますけれども、フィンがよ重力に対して平行方向、あの、横方向に置いてある場合。で、えー、もう一つが、あの、縦方向にフィンが置いてある場合。 で、えーまあ、空気の流れってどう変わりますかみたいな形ですね。自然対流どう変わりますかという形です。重力方向はですね、あの画面の下方向になってますよ、という形になって、えー、設定しています。で、えーまあ、20度の空気の中に、えーまあ、熱源があって、えー、自然対流が起こりますという解析になります。で、これ解析してみますと、どういった解析になるかと。 結果どうなるかと言いますと、まあ、イメージとしてこんな形になります。これもですね、仮想的な粒子を置いてですね、あの、その動きを見ているわけですけれども、まあ、あの、この玉の動きの速度はあまり気にしないでください。まあ、どういった、あの、感じで動いていくかっていうのをイメージしていただければと思うんですけど、まあ、これ見ていただくとですね、まあ、イメージとしては、やはりですね、あの、ちょっと、こう、横に置いてフィンガですね、 えー、まあ、重力に平行、重力方向に平行方向で置くと、どうも、こう、そのフィンの間、空気抜けやすいんじゃないかな、みたいなイメージがあ,のあるかなと思います。それに対してですね、まああの、横方向になると、わざわざこの隙間にですね、空気が入っていくかっていうと、ちょっとそうにはならないかな、みたいな。 まあ少しは入ってきますけれども、あまりそこの中の空気は痴されていかないかなというイメージが、これから見ていただけるんじゃないかなと思います。 まあ解析結果はですね、あの、実はそんなに変わりませんでしたので、えー、まあ今回はですね、熱伝達係数と自然対流の計算でまあ比較しています。まあ、あの、オートデスク CFD、熱流体解析の中でもですね、あの構造解析と全く同じような熱伝導解析できますので、それと比較しています。まあ、スケールは同じものとして、えー、まあ絶対値はおあの関係なく相対比較で見ていただければと思うんですけども、熱伝達係数で無風状態でちょっと計算したもの、 実際にです、ね、あの空気のモデル作って自然対流で空気の温度20度ですよという形で計算したとき見ていただくと、まあ、あの赤い部分より青い部分は温度低い部分なんですけども、えー、まあ熱伝達係数でやるとまあい、まあ、だいぶですねフィンのところの温度というのは下がりますけれども実際のところはそうでもなくて、えー、結構温度があの下がらないという形になっているというのが、まあ、この解析結果から。 わかります。ということで、じゃあ,熱あのこう、こういった計算するときに構造解析使えないのかというと、そうではなくて、まあ、例えばあの熱伝達係数を、まあ、実際とあのより近くしたいのであれば、小さくすればいいかと思いますし、例えばあの、比較検討するのであれば、同じあの熱伝達係数でフィンの形を変えてあげて、まあ、どっちの方が効率的かみたいな比較検討は。 あの、構造解析の熱伝導の計算でできますよという形になります。より詳細計算したい場合は、まあ、流体、熱流体解析で計算した方がより正しい解析結果になるんじゃないでしょうかということですね。はい。じゃあ、まあ、結論です。あの、結局、構造解析と熱流体解析、どちらを使えばいいのかということなんですけども、まとめてみました。 まあ、あの何を重視するかによって決まりますよということですね、まああの。繰り返しになってしまうところかと思いますけども、まあ、あの先ほどサンプルモデルで内部パイプの内部の温度を一定にしたときとかと、ちゃんと流体で計算したときありましたかと思うんですけども、特にです、ね、内部の流体が重要視されていない場合はです、ね、そういった温度変化がです、ねえーまあ、再現できなくても問題ないですよねというところになるかと。 で構造解析のメリットといたしましては、解析時間が結構早いんですね、なので、いろんな形状比較検討が可能ですので、固、まあ、体物のみで発生する熱伝導とか、まあ、かあの温度が高いときもです、ね、環境への副射のみ考慮できればいいよということであったり、まあ、あとは相対比較です,ですね、まあ、今回のサンプルモデルでいうと、フィンの形状を比較検討できればいいよということであれば、もう構造解析で十分なわけです。 対しまして、えー、熱流体解析、使わなければいけないっていうときですね。これ、あの、実はですね、結構解析時間は、まあ、10倍とか20倍とか結構かかります。構造解析に比べると長い計算が時間かかります。ただ、より実際の物理現象を考慮した詳細解析が可能になりますので、えー、例えば流体の影響を考慮したいよ。まあ、自然対流とか風の当たり方考慮したいよ、というところ。あとは、 あの構造解析の方ではできなかった部品間の複写を考慮しなければいけないようなまあ高温の電気炉とかですねそういったものの解析であるとかあとはまああの比較相対比較ではなくてですね詳細な評価をしたいより現実に近い温度評価をし行いたいという場合にはあの熱流体解析をお使いいただければと思います。ということでですねえまあどっちを使うか。 っていうのはですね、やはり、設計者の皆さんが何を解析結果として必要かというのを考えて選んでくださいねっていうのが重要なポイントになるということですね。まあ、そのためにもですね、値付け算するときに必要な情報とか設定とか、どういう現象が起こっているかっていうのをイメージできるようになっていただければなと思います。 で、ご参考まで,でですね、オートデスク CFT ってどんなことができるのかっていうのが書いた1枚ペラ用意しましたので、これし、あの、細かい説明はしません。あの、後ほどですねご、資料でですね、ご覧いただければなと思います。以上、えー、ご清聴ありがとうございました。